えもんにもわかるだろう、この気持ち。せっかく訪ねていった友達が留守だったとしたら、武蔵小次郎銀河をかけるロケット団の二人にはホワイトホール白い役者が待ってるぜ。
行くぜ。今ちょっとだけ飛んだにゃん。飛んだろうさ。みんないろんな夢があって素敵だな。行く。どうして怖いの？よかったね。